キャナルシティ博多、キャナルシティ博多、キャナルシティ博多、カナルシティ博多は、福岡県福岡市博多区住吉一丁目にある複合商業施設。1993年、平成5年6月3日に着工。1996年、平成8年4月20日に開業した。福岡辞書が所有、運営している。旧福岡シティ銀行、現。 西日本シティ銀行系列の不動産会社である福岡辞書が1996年平成8年4月に金棒プール、さらにその前は金棒の工場、一時期はゴルフ練習場や駐車場にもなっていた跡地にオープンさせた。建築デザインはアメリカ人建築家ジョン・ジャーディが担当した。1977年12月に 金棒工場敷地の一部1万メートルを購入。当初はマンションを建設予定であったが、残りの敷地も手に入れる可能性が出たことから途中で方針を転換。商業施設、サンライフシティ、仮称として大英をキーテナントとして計画を進めた。当初はショッパーズプランタン、博多やコエスを各テナントとする予定であったが、開業直前に 大英系のディスカウントショップ、大英ナウト、メガバンドオールを各テナント決定した。施設は7つの建物群から構成されている。キャナルシティオーパービルが中央部に位置し、それを線上に広げる形で、シアタービル、福岡ワシントンホテルビル、ビジネスセンタービル、アミューズメントビル、メガストアビル、オーパービルの対向に、グランドハイアット福岡ビルが置かれている。4階以下では、 シアタービル、福岡アシントンホテルが入居するビル、アミューズメントビル、メガストアビルは、キャナルシティオーパービルを介して一体となっており、地下1階1階3階で、その他のビルと連絡している。英語で、運河を意味する、キャナルの名前の通り、地下1階には、疑似運河が流れている。ほとんどの施設は、運河の東にあり、グランドハイアット福岡のみ、運河の西にある。 施設中央の運河沿いにはサンプラザステージがあり、ほぼ毎日マジックショーなどの様々なイベントが行われており、週末を中心に音楽ライブや地元テレビ局の番組収録なども頻繁に行われていい。クリスタルキャニオン南側のガラス壁面にはビデオアートのアーティストナムジュンバイクによる180台のブラウン管モニターを使った作品、服、ラック、 福イコールラック、マトリックスがあった。しかし、180あった、ブラウン管モニターはオープンから20年以上経過し、ほぼすべてのブラウン管が、故障などで寿命を迎え、画面が消えた状態になっていた。その後、修理のための調査分析を理由に展示を取りやめ、ブラウン管テレビは撤去された。2019年現在は、広告幕で骨組みを覆っている。なお、 キャナルシティ博多の西側近隣は、九州最大の歓楽街、中洲の南端に位置する南新地であり、水商売、風俗店や、ラブホテル等のビル、店舗が、西方周辺すぐ近くに隣立している。2020年にキャナルシティのすぐ前に、福岡市地下鉄、七熊線が開業予定、駅名は未定。キャナルシティ、博多イーストビルは、 キャナルシティ博多のうち2011年、平成23年9月30日に開業した部分。計画段階では、第2キャナルと呼ばれた。九州新幹線全線開業に合わせ商業施設の増設が計画され、当初は10階程度のビルを建設し各テナントとして、ディズニー関連施設が入る計画だったが、世界同時不況に伴い計画は撤回され、各テナントとして、 九州初出店となる、スウェーデン初のカジュアルファッションブランド1 m 国内最大規模となるザラやインテリア雑貨フランフラン、九州最大級ユニクロなど、計16店舗が入居し、グランドオープンした。緑と癒しをコンセプトに設計されており、壁面には、国内最大規模、面積約3000メートルのユニット型壁面緑化を施し、 緑化の樹種に排気ガスの吸着分解に優れる、常緑ツル性植物などを採用。中央部には、シンボルツリーとして、常緑紅葉樹の島とネリコを配置されている。また、基存船とは、空中回路ブリッジで繋がれており、イーストビルとは回遊性が保たれている。キャナルシティ博多では、会員カードとして、F、ジョイカード、Q、キャナルシティカードを発行しており、 100円の利用、対象外で何というで1ポイントがたまり、500ポイントで500円のお買い物券と交換というシステムとなっている。発行手数料100円、期限は最終利用日から1年間有効となっている。従来発行されたキャナルシティカードも有効期限内であれば引き続き利用が可能。また、この F ・ジョイカードはマリノアシティ福岡、リバーウォーク北九州、 このハモール、橋本の3施設との共通ポイントカードとなっている。また、ベッ特典のついた、クレジット機能付きの FJOY ビザカード、九州カード発行も発行している。なお、キャナルシティ博多においては、キャナルシティオーパー内の全138テナント、2010年、平成22年11月現在にて、2011年、平成23年3月31日までで、 F、ジョイカードへのポイントの付与が終了した。最寄りバス停、2010年7月1日より、イーストビル隣のバス駐車場の一角に、設置されており、以下の高速バスが発着する。バス停流所開設当時は、西鉄運行、運行補助路線を含むの関東地区以外の、本州方面並びに、鹿児島行夜行高速バスが発着していたが、 2014年12月18日までに全路線が休廃し、または乗り入れ終了になった。ヨカロは2013年8月1日に新高速乗り合いバス制度の運用開始によりそれまでの博多駅畜市口から移転し停車開始。当初は他に小浜温泉、薄木、武田、阿蘇、高千穂、佐世保、ハウステボス駅路線も運行していたが運休中。 最後まで残った平戸線も2019年8月26日をもって運行終了、翌日よりさつき観光が運行を引き継いだ。ロイヤルエクスプレスは2016年7月より、熊本行き路線を運行していた、他名古屋行き高速バスを停車させていたが、前車は運休、後車は2018年12月16日に発、バスステーション博多が開業たため乗り入れ中止となった。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。